続いて3号艇田村隆信選手です。よろしくお願いします。ますさあ、田村選手のモーター35号機ですけれども全県乗ってみた感触はいかがだったでしょうか？あの数字はあまりないんですけど、はい、まああの体感は悪くなかったですね。あ、そうですか。じゃあ、はい、あの特にどんなところが良かったですか？ まあどこというわけでもないですけど、うん、あそうですか。仲、はい、良さそうやなと。じゃあ,あの勝率以上の足はあるかなと。そうですね。感触的には、はい、整備の必要はないんじゃないかなとは思ってます。そうですか。じゃあこのあと十二レースまで少し時間ありますけれども、はい。そこ,こでの、うん、ペラをペラの方を調節していく。はい、ちょっとしっかりあの回転を合わせていきたいなと思います。はい。ではあの今期じゃあ求めていきたい足はどんな足ですか。 まあ何、何かしらのあの特徴が出れば、うん、はい、そこを伸ばしていきたいなと思うんですけど、はい、わかりました。では、あのスタート間の方はいかがだったでしょうか？えー、ま木、あ、終わりですし、1本持ってますので、うん、まあ、一定審を常にいければいいなと思います。はい、わかりました。ではファンの皆様に一言メッセージをお願いいたします。えー、本日一層集中して、えー、レースしていきます。応援お願いします。